ここからの進行は、MA イノベーションマネジメントの林の方で詰めさせていただきます。セッション2と題しまして、まあ、海外大学院で学ぶということで、MA ナラティブエンバイロメントの石井貴幸さんと、チェルシーの、MA のテキスタイルデザインの栗原美優さんの方に、お話しいただければと思います。ではすいません、よろしくお願いします。こんにちは。あれ、案外いるんですね。入ってるんですね。全然気づかなかった。タカです。ナラティブエンバイロメントっていうところで今マスターのファイナルイヤーやってます。で、海外に来てからのことと将来の展望ということで、その何話そうかなってその作ったものとか紹介してもなんかあんま面白くねえかなと思って、こう自分がなんでここに来ちゃったかっていうのと。こう何を得てどうなっていくのかなっていうのをちょっと話できればなって思ってます。でこれ大丈夫ですかね、際どいところカットできます。できます。はい、大丈夫です。ちょっと あんまあれかもしれないあちなみにナラティブ行きたい人とかっていたり、あーなんか見たことあるセンターにいいですね。後で飲みながら話しましょう。でですね、僕もともとグラフィックの会社で働いてまして、東京で。でこう自分をちょっと何と名乗ったらいいかよくわからないんですけど、一応アートダイレクター、グラフィックデザイナー、あとコミュニティデザイナーということで、この辺りのことをざっくりとやってます。で、これが僕が働いてた時、奥がね僕なんですけど、で手前が先輩で、めっちゃこう困っちゃってるんですけど、結構大きな仕事をやらせていただいて、そうだな、例えばビルボードだとか CM だとか、あとはお店で自分が作ったものを見れる、すごい嬉しかったんですけど、その誰のためにこう身を粉にしてまで働いてやってんのかなっていうのはちょっとよく分かんなくなってきた。電話かけてきて、お前何やってるんだ。で、いや先輩ちょっと困ってるってわけじゃないんですけど、ちょっと悩んでるんですよ。じゃあ分かった、今週末来いよって言うわけですよ。で先輩どこにいるんですか今、フィリピンじゃないですよねって聞いたら、その千葉の片田舎のスーパーの廃墟に暮らしてるって言うんですよ。で、わかりました、なんか面白そうですね、行きますっつって行ったわけです、夜行バス乗って。で着いたらもう明かりも何もないところで、大丈夫ここみたいな、えみたいな。でこうそこから地域プロジェクトに、のめり込んでいくわけですね。今日話そうと思ってたのはその、まあ、作ったものっていうよりこう生の声、リアルボイス、その自分が相手にするターゲットの人たちって一体本当はどういう声を持ってるのかっていうのをお話ししたかったですね。その僕が、まあ、東京のマーケットで、まあ、楽しい仕事させてもらってたんですけど、いまいち誰のためにやってるのかっていうのはよくわからなかった。じゃあその傍らでこうまあ、デザインなんですけど、ちょっと正反対の地域プロジェクトっていうのをやったらどうなのかと思って、同時にこう働き東京で働きながらこう週末は地方に行って、で地域プロジェクトをやって、でこういうオフスペースっていうんですけど、ホテルの廃墟を改装してこうアートレジデンスするで街の人と、であとはワークショップやったりだとか、だんだんそう最初5人ぐらいしかいなかったんですけど、だんだん人が集まってきて、いつの間にか50人でもっともっと。で結構元気な街になってきて、そこでこうフェスティバルとかいろいろやっていくわけですね。で案外自分がやりたいのってこっちなのかもしれないなとこう比べてみた時に思い始める。でこう意を決して村に短期移住したわけですね。でこれ長野の村なんですけど、これ一番上これわかりますね、ニュータンボスタイル、僕が確立したんですけどほんと100人ぐらいしかいない小さな村で、まあ、そこに移住した、まあ、米農家さんがいて、でその人と一緒にやろうということで、こう僕が手伝いに行ったわけですよ。で取材来ちゃって、あの人裸で田植えしてますよみたいなでこうゲストハウスに住みつつ、こうおばあちゃんからもらった白菜だとか、まあ、家の前になってる山菜だとか、
あとは釣ってきた魚だとかを食って、こう東京とは全く違う生活をしていた。でこれ本当月に3万円も使わなかったわけですよ。でこんなことはありえない。でも人との距離ももっと近かった。でこれも自分がデザインできる範囲っていうのはもっと広いはずだ。でこの人たちデザインなんて知らないですから、どうしたらいいかもわからない。でそこで、まあ、僕がここに行った理由っていうのは、まあ、地域ブランドを作るっていう目的があった。でこれ玄米コーヒーなんですけど、まあ、これをまあ上の段の彼らと一緒に作って、でローンチしました。で、まあ、今はいろんなところで結構取り上げていただけるようになって、こう、まあ、リアルな声を聞くっていうのは、まあ、どれほど作ることに大事かっていうのを学び始めたわけですね。そこで、ナラティブっていうのを聞いてロンドンに来たわけです。でこの時、まあ、英語の話をすると英語全然喋れなくて、でその割にイギリス人とかアメリカ人とかいて、もう本当にラップみたいなんですよ。みんな喋ってるのがエミネムいっぱいいる、やばいみたいな。これこう、まあ、そうは言ってもこうコミュニティプロジェクトをやっていくわけですね。チームになってで英語できるようになっていくんですよ。でここでやっぱり人と人っていうのを、まあ、話しながらものを作っていくんです。それは日本も海外もあんま変わらんと。こう要は自分がどうやってその輪の中に入っていって、あたかたかまた来たか、次いつ来んだって言われることが大事で、こうついにはこうホームレスのプロジェクトを始めるわけですね。っていうのもこうコミュニティデザイナーとかっていうふうに言ってて、こうホームレスの人あんま友達、ホームレスの友達いないなと思って、こうホームレスのプロジェクトを始めたんですけど、こう自分たちってあんまりこう彼らと接点がない。でもすごいんですよ、本当にいろんなやつがいて、こう彼らはやっぱり経験が深いんで、こうフィロソフィーを持ってる。でそれを伝えないのはもったいない。でこう僕は毎週ドロップインって言って、こう炊き出しに行っているんですけど、そういうのって見えないんですよ。こうデータじゃ出てない、ネットには載ってないんですよね。でこういうところを引っ張り上げて、こうデザインに落とし込んでいくっていうところにもっとチャンスがあるんじゃないかっていうので、僕はこうコミュニティデザイン、もう人のコミュニティの中に入っていきたいっていうデザイナーになっていきたい。ただどこに就職するかぶっちゃけ分かんないです。こんな職種あるのかね、あったら聞きたい、教えてもらいたいんですけど、タクラムさんでもいいんですよ。合うかどうかちょっと分かんないです。こうホームレスのことならよく知ってます。すいません長くなりました。飲みのお誘いの方はこちらへお願いします。はい、以上です。こんにちは、栗原美優です。私は今チェルシーで MA のテキスタイルをやっています。そもそもチェルシーでテキスタイルをやる前には、日本でのたまびでテキスタイルを4年間やってからこっちに来たんですけど、そもそもテキスタイルっていうのが何かっていうのについて少しお話しすると、まあ、大体大きく分けて織物と染め物、プリント、ニット、スティッチとかを学校で学ぶし、こうテキスタイルの技術としては大体この5つかなと思うんですけど、とこの、まあ、ここに写ってる写真はとプリント、シルクスクリーンのプリントをする時のと半スクリーンと、あとその台ですね。でテキスタイルっていうと結構なんかこう可愛い女の子たちがすごいこう華やかにやってるみたいなイメージがある人もいるかなと思うんですけど、割と作業工程がすごい手作業が多くて地道な工程が多いので、こう自分で一から作るっていうことで、やっぱりデザインでもあるし工芸、クラフトでもあるなっていうふうにすごく感じています。で例えばどういうところに使われてるかっていうと、まあ一番身近なのはファッションだと思うんですけど、ファッション以外にもこの例だと KLM っていう航空会社のものなんですけど、これはオランダのデザイナーの人が、機内のこういうカーテンだったりカーペットだったりっていうのをこう一からデザインしたっていう例で、まあ、こういうところにもテキスタイルデザイナーの仕事があります。で、まあ、ここからちょっと私自身の作品とか今やってることについて話したいと思います。
これは日本での卒業制作なんですけど、まあ、ちょっとコンセプトとかは今は省くとして、この時は春夏秋冬四季をテーマに4パターンのテーブルクロスを作りました。でこう日本で4年間学んできてすごく感じていたことが、やっぱり技術を中心に学んだなっていう印象が強くて、 でもこう実際その作品を作る上でのコンセプトとか分析、プレゼンする力っていうのがすごく自分には足りないし、それがあることで作品がすごくよく見えるっていうのも分かっていたので、そういうところを強めたいっていうのがまず一つロンドンに来た大きな理由です。もう一つ、やっぱり語学力もこれからこう独立したデザイナーとなっていくためには絶対に必要だと思ったので、私も全く英語とか喋れなかったので、それも目的の一つとしてロンドンに来た理由です。で、昨年の10月から MA のコースが始まって、でもチェルシーの MA っていうのは1年のコースなので、本当に始まった瞬間からファイナルプロジェクトが始まってるっていう感じ でリサーチベースでこう卒業制作に向けて、どん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 自分でやっていくっていう流れです。でも最初はこうやっぱり自分でもロンドンのでのやり方と日本のやり方が違ったりっていうことに結構戸惑ってしまって、リサーチがなかなか進まなかったりで、英語で本を読まなきゃいけないとか英語やらなきゃいけないっていうことを固定観念にとらわれすぎてしまって、こう何にも進まなくなってしまって、作業もあんまりっていう感じになった時に、こうあまりにも中途半端な自分のダメさにちょっとなんか呆れて、一回ちょっともう英語やりたいとか思ってたけど全部諦めようと思って、英語もリサーチも全部やめて、もう物を作ることに集中してみた時期が去年の年末ぐらいにありました。で、まあ、今ちょっと映ってる感じのまあスケッチだったりドローイングだったりプリントしてみたりとか、今までアイデアとして言葉でスケッチブックに書いてたものを、まあ、どん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 形に、まあ、意味はないかもしれないけどしてみようと思って、まあ、これとかもその一部なんですけど、どん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 手を動かして形にしていくことで、なんか意外とそこから自分の考えてることとかモヤモヤしていた部分がすごいすっきりしていって、でチューターとかクラスメートとも制作することからどんどん会話が生まれていって、こうなんかこう英語っていうのはすごく重要だけど、自分にとって一番今やらなきゃいけないことではないのかもしれないなっていうふうにちょっと考え方が変わってきました。でもう一つそう思ったきっかけになっている出来事があって、でそれがこの、陶芸家の方とのコラボレーションなんですけど、と実際に私がやってることとしては、陶芸家の方の作品に絵を描く、あの絵付けをして、それをアートフェアなので販売と展示販売するっていうことを一緒に今やらせていただいていて、で実際できてきてる作品としてはこのカップにカップを作っていただいて、そこに絵を描いて絵付けをするっていうことと、こういうすごい小さい壺をたくさん作ってる方なんですけど、その方の作品に絵付けをして、でこれが実際あの先月のアートフェアで展示と販売をしたものです。でこの経験を通して、なんかこうアートフェアに出したのは自分も初めてだったので、なんかこういう機会がロンドンにはたくさんあるっていうことがすごい身に染みて分かりましたし、実際にこうお客さんとからの反応をその場でもらえたりとか、お金を払って作品を買っていただいたりすることで、すごくそれが自分の自信にもつながりましたし、なんだろう、こう自分の中で考えてることがこうすっきりしていくきっかけになったのは、これも一つあるなっていうふうに思いました。で、まあ、今後どうしていくかっていうのはちょっと自分でもまだなんかどうしようかなっていう感じで模索中なんですけど、まあ、9月まではとりあえずマスターコースのプロジェクトもあるので、それをやり、まあ、頑張って、でこっちのコラボレーションの方もまだ続けていく予定で、来週再来週とかでもフェアがあるので、まあ、そっちの方も
こう続けていきながら、これから自分がこうテキスタイルデザイナーとしてどうなっていきたいのかっていうのを、まあ、考えていけたらいいなっていうふうに思ってます。以上です。ありがとうございました。じゃあ早速トークセッションの方に移らせていただければと思います。まず最初になんですが、まあ、お二人日本の、まあ、芸術大学を出られていて、まあ、こちらに大学院として進学されたんですけれども、まあ、東京っていう場所と、まあ、ロンドンっていう場所と来るときに、まあ栗原さんの方、美恵さんの方は、東京から直接ロンドンに、で高さんの方は、まあ、一回日本の地方を経由して来られてるんですけれども、お二人にとって東京っていうのは地方経由されてますね。3時ですね。はい。東京っていう場所は、まあ、どういう場所ですかね。まあ、どういうことを聞きたいかというと、まあ、東京、今後東京でのビジネスっていうのは、まあ、考えられるんですか。もしくは、まあ、できればヨーロッパの方でビジネスを展開していきたいのかっていうのはちょっとお伺いできればなと思っています。私は、ロンドンに来てすごく自分が日本が好きなことも分かりましたし、これからベースは日本にしていきたいとは思ってますけど、まあ、それが東京じゃなくてもいいかなっていうのもありますし、あとはまあ今後卒業してもすぐなので、9月に卒業してしまうので、そこから数年間はこうもう少し海外で頑張っていきたいなっていう気持ちもあります。はい、そうですね、僕がやってきたことのように、こう東京じゃなくてもこうデザインしなきゃいけない場所っていっぱいあると思うんですよね。できる場所っていうか、まあ、ただそこにマーケットがあるかっていうのはまた別の話で、こう自分が作らなきゃいけないのか、どっかからお金を引っ張ってこなきゃいけないのか、東京から行かなきゃいけないのか、まあ、それは選ばなきゃいけないんですけど、そもそもその東京じゃなきゃいけないかって言ったらそうでもなくて、こう、まあ、日本じゃなくてもいいんですよね。僕も行ったらそこの人たちがこう何か必要としていて、僕がそこに入るタイミングがあれば別にそこに、でそういった意味では英語はすごい重要だったっていうのはありますね。まあ、今、まあ、多少なりともね、やっぱり喋れるようになったんで、こう幅は広がっている。ただロンドンにいたいかっつったら、まあ、痛くてもなんか入れないような気はする。めっちゃ言うと。っていうのもこうやっぱりすごい厳しくなってる、日本人とかに対してビザが。でそれで高いお金を払ってで。英語が第一言語じゃない日本人を雇うかっていうのと、そこにかけるのか、で日本帰ってじゃあそ海外に進出してきてる企業にアプライするのか、でそこはちょっと賢くならないといけないかっていう気はしてますけどね。はい、ちょっと真面目なこと言います。いや、めっちゃありがとうございます。ロックアップしなくて大丈夫です。ありがとうございます。で今ちょっとお話しあったんですけども、まあ、2人は英語についてちょっとどちらも話されていて、まあ、タカさんの方はやっぱりコミュニティデザイン、コミュニケーションデザインなので、どうしても英語っていうのがまあ必要になってくると。で、まあ、栗原さんの方はさっきお話があったみたいに、まあ、英語が必ずしも、まあできなければないっていう、できなければいけないっていうわけでもないっていう話があったんですけれども、お二人にとって例えばクリエイティビティを展開するときに英語っていう新しい言語っていうのはそれの助けになったでしょうか。それともやっぱりまだ思考は日本的な言語理解のままものを作っている、うん、まあそのものづくりにおいて英語っていうものが何かツールとして役に立っているのかっていうところをお聞かせいただければと思います。いいですか。英語っていうより、まあ、英語はそうだと思うんですけど、それはできるに越したことはないですよね。だってもうパイが違うから。でもそのまあこっちのヨーロッパ的なっていうかイギリスでやっていて考え方の違いっていうのはやっぱりあるなって、もうすごい痛感する場面ってやっぱりいっぱいあるんですよね。こうコラボレーションとかしてると、お前の考え方はそれ仏教だって言われることがある、マジで。それももう本当、本当です。で、こう、僕今アフリカのプロジェクトをやっているんですけど、とある教育に関わる。で、それ僕のボスはもう
初めて尊敬する、もちろんね、おかんとか親父尊敬してますけど、それとは別で本当に尊敬するすごい人と、ね、一緒にできてるわけですけど、こう彼女が言うにはこう常に考え続けなさいと、あんた出すものはいいんだけどそれなんでか説明できんのって言うんですよ、一つ一つのことに。でそれ本当に日本人は下手だって言うんですよね。これ全てには理由があって、で何でかは説明できない。でこれ確かに僕東京で働いてた時、まあ聞かれるわけですけど、なんでこの色なの、なんでこの形なの、なんでこういう風にしたの、ただこう全体的になんでこうこうこう全てのものに理由がある。でそれ聞かれた時に本当ほとんど答えられなかった。でそれは普段からやっぱり訓練してないとできないわけですよね。でもあのこの前ちょっと話しましたけど、なんで今日その色のパンツ履いてんのっていうところがあるんですよ、マジで。なんでその曲好きなの、なんで今日そいつと飲みに行くので、全部理由がある。それ考え続けなさい、じゃないと言えないから、あんたいつまでたと思って。でそれは本当にこう自分がデザインをするプロセスによって間違いなく糧になってる。これは多分日本からでも同じように使えるだろうとは思う。私は、まあ、英語っていうのは絶対できるに越したことがないですし、まあ、絶対使えた方がいいと思うんですけど、こう今、まあ、私あんまり日本語も上手じゃないので、物を作ってなのでこう物を作って生きていきたいっていう感じなので、こう周りの人とこういろんな国から来たいろんな人たちと同じ土俵で戦っていくためには、やっぱ一番自分が武器にできるものって制作すること、その力だと思ってて、技術とか。なので英語は、まあ、例えばこういうアートフェアとかに出してお客さんと会話ができないってなったらそれはちょっとあれなので、でもそれ以上にこうビジネスとかできるくらいになるまで頑張る必要があるのかって考えた時に、それは私が今やるべきことではないかなっていうふうに思ってます。でもまあ喋れた方が便利だと思います。ありがとうございました。すみません、ちょっとお時間が押してるので、はい、次に移らさせていただきます。ありがとうございました。